江島大橋は、鳥取県の境港市と島根県の松江市との間にかかる、境港臨港道路、江島幹線の橋。島根川取付部の急勾配と尾行で挙げる理由から、ベタ踏み坂の通称がある。国土交通省中国地方整備局境港湾、空港整備事務所が建設し、境港管理組合により管理されている。構造形式は、PC5 景観連続。 夕品寺ラーメン箱下田橋である、桁下を航行する船舶の通行に支障がないよう、また工事及び耐震の関係から、島根県側は6.1%、鳥取県側は5.1%の勾配を設けて44.7メートルまで上る。中央島町250メートルは、桁橋としては2014年現在で、日本で第2位、コンクリート製に限れば、日本最大。 さらに PC ら以前はすぐ南側にあった中浦水門場に作られた道路橋がこれまで船でしか渡れなかった江島と境港を結び1日に約1万4000台の車両などが利用していたしかし高門上が跳ね橋として作られている関係上船舶の通過時は通行が7から8分ほど寸断されるために交通上の障害となっていたほか14トン以上の 大型車は通行できなかった。そこで、中浦水門の交通上の問題を解消するため、江島大橋が建設された。これに伴い、中浦水門は2005年10月頃から撤去工事が開始され、2009年3月に工事がほぼ完了した。AB、ベタ踏坂、人気江島大橋、ダイハツ CM で、ネット日本海、オリジナルの2014年に1月10日時点における、 アーカイブ、https://web.archive.org/web/20140110162105/https:www.nnn.co.jp/news/140109/20140109004.html2019 年3月8日閲覧。 江島大橋建設の歩み国土交通省中国地方整備局堺港湾空港整備事務所松江観光協会や塚町支部江島大橋松江観光協会や塚町支部2016年6月1日閲覧平成22年度道路交通センサス一般交通量調査課書別基本表国土交通省2014年2月26日閲覧 a b 江島大橋、橋のデータ館。日本橋梁建設協会。2014年2月11日閲覧。中海大橋 A.B.、救急な坂は実在ハテナ TV、朝日新聞2014年1月14日付長官、第13番、24面。朝日新聞東京本社、坂、ペン、タントカスタム。テレビ CM、おすすめ情報。 2019年3月8日へずらん、ベタフミエ島大橋が話題に、参院中央新報。 h t t p w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 4 0 1 0 9 0 5 0 0 5 1 h t t p w w w s a n y n c h u o c o j p n e w s m o d u l e s n e w s a r t i c l e p h p ストリットイコールウォーク4355万10062014年1月9日閲覧、インターネットアーカイブキャッシュ、ありがとうございます。